こんにちは。今日は面接でほぼ 100% 聞かれる志望動機について解説していこうと思います。自分の志望動機大丈夫かな、不安だなという方はぜひ最後まで見ていただければと思います。私は今まで10年間20代の就職活動をサポートしてきました。そこで気づいたのは、皆さんの時間は就活に使うよりも社会で活躍するための経験に使う方がよっぽど皆さんの人生にとってプラスになるということです。なので私のチャンネルで就職活動の悩みをサクッと解決してどんどん前に進むような経験を積むことに力を注いでいただければと思います。もしこの動画を見て参考になるなと思ったらぜひチャンネル登録していただければと思います。それでは内容に入っていきます。一つ目の志望動機に関する添削をしていきます。内容はこちらです。私は IT 業界が金融、公共など様々な業界の事業を支えている点や将来の当たり前の創造を目指している点が魅力的でこの業界を選びました。学生時代からプログラミング言語に触れ、自分が思った通りにコンピューターを動作させることが好きなことからソフトウェア開発に携わりたいと思いました。ソフトウェアはシステムを動かす中心となるものであり、品質の高いものが求められると考えております。そこで私は記者の〇〇主義の体制によって一流の技術者として活躍できるところに魅力を感じ志望いたしました。入社した際にまずはソフトウェア開発に必要なスキルや知識を十分に身につけていきたいです。中堅社員になる頃には後輩の指導に力を入れつつ大規模なソフトウェア開発に関わりたいと考えております。そして将来は蓄積した業務知識や開発技術を駆使して便利で豊かな社会の創造に挑戦したいです。はい、ありがとうございます。大枠としては全然悪くないなっていうふうに思いました。なんですけれども、ちょっと感じてしまったのがテンプレ感というか、すごく綺麗なことを話してくれてるなっていうふうに感じました。よりこの志望動機をパワーアップしていくにはどうすればいいかっていうところなんですけれども、まず志望動機で大事なことっていうのが、この人を採用したらすごい活躍してくれそうだなというふうになると志望動機としては良い志望動機というふうになります。書いていただいている内容としては、入社後から将来に向けてこういうふうに活躍していくよっていうところでは非常に良いなっていうふうに思ったんですけれども、それ以外の部分では自分がこういうことやりたいということが中心になっていて、自分がこういうことができる人間だからエンジニアとして私を採用したらすごくいいよというふうに伝える内容がちょっと少ないなというふうに感じました。自分のやりたいことを書くのがダメというわけではないんですけれども、それと同じように自分はそのチャンスをもらうに値する人間だよというところをより伝えていくといいんじゃないかなと感じました。実際に書いていただいている内容としては、学生時代からプログラミング言語に触れというふうにあるので、実際にエンジニアとして活躍できるための経験をしっかり積まれている方なんじゃないかなと思ったので、その点を少しボリュームアップして書いていただけるとより良くなるなと思います。で、掘り下げていく方向性としては、他の人よりも自分がエンジニアとしてこう勉強して出したアウトプットが他の人よりも高かったよとか、成績が良かったよとか、自分が作ったシステムによってユーザーにこういう風に使ってもらえたよとか、何人が使ってくれたよとか、まあそういった具体的な事例を出すことによって、実際に採用した時にプログラマーとして開発者として力を発揮してくれるんじゃないかなと思ってもらえるような内容にすると良いかと思います。はい、では続いての志望動機の添削いこうと思います。マーケティングリサーチを行う企業の志望動機の添削をお願いしたくコメントさせていただきました。よろしくお願いします。志望動機、私は記者でグローバルに活躍するマーケティングリサーチャーとなり、もったいないがない世界を実現したいため記者を志望します。私はもったいないを価値あるものがその価値を発揮できないことと定義しています。私は国内外で飲食店でのアルバイトを経験し、多くの廃棄となる食料品や商品を目の当たりにしてきました。それにより現代の買い手市場は生産者と生活者の双方にとってのもったいないを多く生み出していると考えるようになりました。この経験から将来は市場調査を通じ、需要と供給を正確に理解することで生産者と生活者の双方を支えたいと考えました。グローバルに展開する記者ならば、記者の革新的な調査を用いて世界全体の商品にアプローチでいくことができると考え、記者を志望しております。私が記者に入社した際には、これまでの経験で培った英語力と幅広い視点で社会全体を俯瞰し、世界中の需要と供給を合致させることに貢献します。はい、ありがとうございます。ではフィードバックしていこうと思うんですけれども、今回受けているポジションがマーケティングリサーチを行う企業の志望動機ということなので、この志望動機を伝えた結果としてマーケティングリサーチャーとして活躍できる人材だなというふうに感じてもらっていれば OK ですというふうなところなんですが、この内容どうなってるかっていうと、今のご記載いただいている内容だと、マーケティングリサーチャーとして活躍できる素養があるかとか、実際の経験を積んでいるかみたいなところは
伝えきれない内容になってしまっているのがもったいないなと感じました。どういう部分を改善していけるかっていう部分なんですけれども、まずですね、マーケティングリサーチャーってどういう役割なのかっていうところから考えると良いです。で、マーケティングリサーチャーっていうのは、マーケティングの調査をする人になるので、その調査した結果、依頼主ですね、調査してって発注している発注主の商品がどうやったらより売れるのかとか、そういうことを調査していく仕事になります。なので、役割としては発注者の期待に応えるっていうところが役割になるんですけれども、今書いていただいている内容っていうのもですね、もったいないがない世界を作りたい。で、そのためには需要と供給を一致させることが大事だっていうことをずっと言っているんですね。で、これはですね、マーケティングリサーチャーに求められていることとは違います。マーケティングリサーチャーに求められていることとは違うことをやりたいって言っているので、マーケティングリサーチャーとして活躍する人ではないんじゃないかなというふうに伝わってしまう。そういうもったいない内容になってしまっているので、なので、その前半部分をガサッと削って、マーケティングリサーチャーという仕事で活躍できる人だよという、そういうところが伝わる方向性でシフトチェンジしていくと良いかなと思います。また、もう一点がですね、海外での経験があるっていうふうなことで、英語力をアピールしてくれてる部分があるんですけれども、英語力はですね、そこまで幼い方が良いかなというふうに感じます。マーケティングリサーチするにあたって必要なのは、英語力ではない部分の要素の方が評価されるポイントになるので、まあ、地頭の良さ、学歴、まあ、基本的にマーケティングリサーチのポジションっていうのは、高学歴な方が受かる、そういうポジションになるので、そういった経歴を持っていれば、チャンスつかみやすいし、そうじゃなければちょっと厳しくなるっていう、結構その経歴が見られやすいポジションになるので、そういった方向性で学歴がないとした場合にチャンスをつかめるような、具体的にこう論理性を発揮して大きな成果を出した経験だったりとか、仮説を立てて仮説を検証して、その仮説を検証しながらブラッシュアップしたことによって大きな成果を出した経験だったりとか、そういった具体例とかを経験としてこういうのがあるよっていうのを入れることによって、この人を採用したらマーケティングリサーチャーとしても活躍してくれそうだなと思ってもらえるような、そういった方向性で深掘りしていくと良いんじゃないかなと思いました。はい、では続けていきます。3つ目はこちらです。志望動機の検索と質問です。紙の履歴書に志望動機を書くのですが、記入欄も短いため下のような量でも構わないのか、プラス下の志望動機の内容でも問題ないのか、またダメな場合はどのようにしたら良いのかを教えてほしいです。また当社を志望するにあたって何を大事にしていますかという ES の質問に対してはどのように回答するのが良いのでしょうか。文は長く申し訳ありません。志望動機、私が記者を志望したのはその会社の文化という文化に惹かれたからです。記者に入社した際はお客様に対して私だからこそできるサービスは何かと常に考えて働き、記者に貢献します。よろしくお願いします。これですね、記入欄が短くてこの分量しか書けないのであれば、まあ、ちょっと仕方ないかなと思うんですけれども、基本的に志望動機として文化に惹かれたっていう内容はあまり刺さらない内容になります。面接官に対してプラスの印象は持ってもらいづらい内容になりますね。で、文化とかビジョンとかミッションとかそういうところに惹かれたっていう部分よりも、重要なことは採用されるポジションですね。例えば営業職であれば営業として成果が出るか、技術職であれば技術職として成果を出せるかっていう風なところを面接官は見ているので、その職種において私はこういう風に成果を出せる人間なのでチャンスが欲しいですみたいな、そういう方向性で考えていくとより良くなるんじゃないかなというふうに思います。で、質問ですね、当初を志望するにあたって何を大事にしていますかというイエスの質問に対してはどのように回答するのが良いのでしょうかっていう部分なんですけれども、この質問の私がいただいている情報からズバッと正しい回答っていうのは持ってる情報が少ないので難しいんですけれども、まずシンプルに自分がなぜその会社を受けているのかっていうふうなところを伝えていくのが良いんじゃないかなというふうに思います。で、その伝える内容がどういう方向性だと内定が出やすくなるか、通過しやすくなるかっていう部分は先ほどお伝えした部分と重なるんですけれども、その会社で採用するポジションで成果を出せる利益につながる人材だなっていうふうに思ってもらえるような部分と一致していると通過率は高くなるので、そういった視点で考えてみるといいんじゃないかなと思います。はい、では続いての志望動機の添削いこうと思います。再添削をお願いします。はい、生活者の課題を解決し幸せな新しい未来の形を実現したい。私は先日記者のコンテストに参加した。議論の難しいテーマをチームで一致団結し共通認識を高めながら未来の生活者が使いたくなるようなサービスを試行し続けた結果、自分たちが思っていた以上の成果を残すことができた。一方、社員の方のフィードバックから構想力やクリエイティビティなど様々な能力の高さに圧倒され、もっと自分は成長でき世の中に対して貢献できると感じた。この経験から多くの人の心を動かす体験の創造のために必要な生活者発想力を記者の環境で身につけ、
仕事で体現することで生活者の中にある真の課題を解決し、新しい未来の形の実現に貢献したい。はい、ありがとうございます。こう志望動機とかですね、伝えるときに重要なポイントとして、誰が聞いても理解できるような分かりやすい言葉で伝えるっていうことは非常に重要なポイントになります。で、そう考えたときに、この書いてくださってる内容っていうのはですね、抽象度が高くて、読んだときに何がしたいのか、どういうことを実現したいのかっていうのが分からない言葉が非常に多いんですね。なんでそこをもっともっと相手に伝わるように具体性を持って表現するというのを意識するとより良くなるかなと感じました。例えば最初の方の部分で言うと、幸せな新しい未来の形を実現したい。こう、幸せって人それぞれ多種多様、十人十色なものなので、それのしかもかつ未来っていうさらに抽象度というか不確定要素が高くなるところを重ねてきていて、結局何がしたいんだろうみたいなところが分からなくなってしまったりとか、未来の生活者が使いたくなるようなサービスを試行し続けた結果、何をしたのかが分からないですね。具体的にこういうものを作った、こういうサービスを作ったっていうのを書くと、それが未来の生活者が使いたくなるものなのかどうかっていうのが聞いた側が判断できるので、より良くなるかなというふうに思います。もっと自分は成長でき、世の中に対して貢献できると感じた。成長っていうのはもうすごくいろんな方向性の成長があるので、抽象度が高い表現になっていると、どういう方向性で成長していきたいのかなみたいなところがちょっと伝わりづらくなってしまうのと、世の中に対しても貢献の仕方って非常にたくさんあるので、どういう方向性で貢献していきたいと思っているのかとかがわからないなっていうふうに思いました。まあそういった形で、抽象度が高すぎるといいこと言ってるようであまり相手に伝わらないっていう、ちょっともったいない感じになってしまうので、そういった部分は気をつけて表現を変えていくと良いんじゃないかなと思いました。で、それ以外の部分ですね、もういくつかフィードバックしようと思うんですけれども、自分たちが思っていた以上の成果を残すことができたところなんですけれども、自分たちが何をどのぐらいに行こうとか、どれぐらいいけるんだと思ってたのかが分かんないと、それがどれぐらいすごいのかって分からないんですね。自分たちとしてはどれぐらいにいけるんじゃないか、そしてこんぐらいの結果になったっていう、こう多分コンテストなんで順位とかついてると思うんで、分かりやすいように何チーム中何位だったとか、そういう記載すると、それが素晴らしい結果なのかどうなのかっていうのを相手に判断してもらえるようになるかなと思います。と思いっていうのはですね、これ本当に多くの方がやりがちな失敗というか、気をつけていただきたいなという部分なんですけれども、世の中に対して貢献できるとか、周りの人を幸せにしたいだとか、こちらですね、幸せな新しい未来の形を実現したいとか、生活者の中にある真の課題を解決し、新しい未来の形を実現に貢献したいみたいな、こういった考えってとても素晴らしい、世の中に対してプラスの価値を発揮したいということは素晴らしいことなんですけれども、一方でですね、こう皆さんの周りの就活する友達とかに聞いてほしいんですけど、世の中を良くしたいっていう考え持ってない人がいるかっていうところなんですよ。で、あんまりいないと思うんですね。みんなやっぱり世の中に貢献したいって思ってますし、役に立ちたいって思っている方の方が多く、ほぼ 100% の人がそう思っているので、同じように周りのみんなが思ってることを世の中に貢献したいですというふうに伝えた時に、じゃあ100人中3人が採用される時の3人に入れるかっていうと、なかなかこう入りづらくなってしまうっていうのはイメージがつくと思うので、その一般的ないいことを言うっていうよりも、その会社でこの人を雇ったらうちの会社でめちゃくちゃ活躍してくれそうだなっていう風に思ってもらうには、どういう伝え方をすればいいだろうかな、そう考えて志望動機だったり志望動機以外の面接での応対っていうのを深掘りしていくと、より良い面接ができるようになって、希望の企業から内定がもらいやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは今日の解説はここまでにしようと思います。皆さんの就活の悩みが一つでも解決できていれば嬉しいです。皆さんの就職活動うまくいくことを心より応援しています。ありがとうございました。